はい、こんにちは。カズボーです。ドラゴンクエスト64続けていきたいと思います。もう4メインの64なんでね。結界破って、デスキャッスルに行けばいいのかなと思いますけど、前回は、右にザラ聞いてくればいいんだけどね。なんだっけ、ジンマー将軍だね、これ。鉄球魔人。結界を破って、どこまで、なんだろう、グレートライドン。こんなとこに出てくるんだよね、グレートライドンって。なんか回避率高いよね。なんでパペットマンみたいなのいる？あ、嘘、マジかよ。あんなとこになんかあんの？じゃあバロンの角笛取ってないんだけど。まあドラマナスとかあるかね。メダルか木の実か。あ、メダルあんだ。やってみるもんですね。あと宝の匂いみたいな盗賊の花とか覚えたら、まあ今まで行ったとこ巡れば、まあメダル 2,3 枚は貯まると思うんで、多分ね。こっから先通ることならず出ていくのだ。喋った。これでもダメなの？横じゃダメなんだ。うげえ。ここは苦手いもんか。よくそこまでたどり着いた。敵ながらあっぱれなやつ。そうじゃ、褒美をやろう。お前の後ろの床を調べるがよ。けけ、素直に引っかかっていれば楽に死なせてあげたものを。愚か者め。こんな手にかかるかっつうの。なんか色違うな。スクルトかけとけば大丈夫じゃないの？ルカニーとかあればいいんだけどね。なんかないか。まあ聞いたかと思ったじゃん。あれ？グフ。マジかよ。いけるんか、飛べるんかい。これ一回一回聞かなくちゃいけないのか、回復すんの。はい、じゃあ2個目。あれ、あんな弱いのかギガデーモン。これは、
ザキにね、一撃だからね、300ダメージぐらい食らわせるイメージあるよね。聞いてくれるとね。クリフトって一人称なんだっけ？私だっけ？僕だっけ？私の姿になるんじゃないみたいなね。あれこれ。なんかありそうだね、後でね。ドランゴ。私はこの結界を守る者。命に変えても結界を破らせるかね。さあ来るがよ、誰。あ、アンドレアよか、そっか。そっかそっかそっか。ここにいたんだ、忘れてたわ。うわ、いましたね、こんなの。フバハ覚えてないの？マジか、フバハ覚えない？結構ミニアだったな。じゃあ、ミニアだよね、フバハ覚えてんの。でも HP 少ないんだよね、あの人。200ないよ。アルーガとアンドロスとどれ、なんだっけ、なんかいたよね、なんだっけ、モンスターズ。聞くんかい、ザキが。クリフトンザキ強くないあれ。ロザリー様を失ってピサロ様がどれほど嘆いたことか。人間など滅びてしまうがいい。デスペラ様万歳。ああ、闇落ちした世界の。ね。知ってるよ。どれほど嘆いたか知ってる。あれ人間悪いからね。まあ、それで滅ぼそうとするピサロも悪いけど、それなりのことを人間がやっちゃったからね。でも人間悪いけど、人間以外もやばいの。いる、あれなんかな。世界戦じゃないよね、これはね。エビルプリスト今回会うけど、右上ではね、確かあいついんの。ただ左上先行こう、ヘルバトラー。パーシバルの、まあ、なんでもね、やってない人もいるかもしれないから言わない。まあ、ピサロナイト絡みだよね。だからピサロが主人公じゃないですか、モンスターズ3って。いやね、なかなかね、ドラケン4と絡んできて面白いんですよ。マジかってのばっかりだったもんね。まあ配信してますけどね。これは？お前たちかデスピラ様の進化を邪魔しようという不届き者は俺様が成敗してくれよ。ヘルバトラーだろ。あ、そういえばこれさ、別な方の 6-4 やってるんですけど、これ海とかにいたじゃん。いろんなとこ探して出てきたじゃんよ。ヘルバトラーとかいるよな、こいつらって。ってことは6の、無道とか出てきてないでしょ。だからあんなのが隠しで出てくるのかな。多分逆になってるよね。あの、でもグラコスいたもんね。ジャミラスとかさ、そこら辺後で出てきそうだね。でも簡単に倒せるんじゃないの。あ、命令させるようになってるね。命大事。卑怯だよな、ね。あっち雄たけび使ってね、そんなのね。
いや、もうなんか倒せるような気ですけどね。なんかもう回復しないでそのまま行ってもいいような気ですけどね、右上。占い師の占いババイになった不気味な光。あ、奇跡の剣。よくぞ俺様を倒した。一時の勝利を噛み締めるがいい。どうせお前たちは進化したデスピタロ様に滅ぼされてしまうんだからな。わっわっわ、グフ。え、こじゃあったっけ。すいません。なんかいっぱい光ったけど。すいません。いっぱい光ったけど。え、これルーシアついてきたけどさ。連れてきてくれてありがとう的なイベントなかったよね、そういえばね。このまま行っちゃうか。まあ、すべての元凶、エビルプリストがいると思いますけどね。まあ、本当はその裏に何かいたんかもしれないけどね。そこはわからねえ。ドラクエ4知ってるとさ、モンスターズ3めちゃくちゃ面白いね。あれでも多分面白いんだけど、あの後ドラクエ4やってもね、やったことない人がモンスターズ3やった人が、4やったことない人が やったとするじゃん。その後4見たら、ああ、こういうつながりなんだって思うし、逆でもそうだよね。だからこういうゲームしてると、なおさら今のこういうゲーム面白いよね。6-4 とか。やればやるほど、だってこれやったからとってさ、オリジナルわからないわけじゃないじゃん。オリジナルわかるから面白いんだけど、ね、4と6どっちもわかる感じね。だからやってみようってなるもんね。また原点に戻ってやりたいとかなるし。今回ね、結果破るだけだから、まあ、そんなに長い動画にはならないでしょうけど、ここ一番めんどくさいゾンビメール。あ、でも地形違うのか。あ、やっぱりなんかちょっと特別感、しかもジャミラスのとこじゃね、これ、なんか怒ってそう。キラーンとかこう言いそうじゃん。明らかにキラーンって言うよ。言わないかい。なんか切らんって言いそうだけど、1日1シーモブリニク。ほほ、ついにここまで来たがソロよ。しかし全て遅かったようだな。もうすぐデスピサロ様が我が魔族の王として目覚めるだろう。デスピサロ様の心にはもはや人間に対する憎しみしか残っておらぬはず。メイドの土産に教えてやろう。なんで今ロザリーを晒したのはこの私なのだ。バグったね、今ね。知ってる。メイドの土産も何も、そうだね。こいつさ、光のドレスとか、何？何変なことやってんの？もう AI 信じ、もう AI なんか信じない。ほら、呪文しか使ってこないやつはね。まあ、ほとんど効かないんだったら跳ね返せばいいっていうね。
ゃんと裏ももらえるのいいよね、経験値ね。己口をしや、この恨み晴らさずに置くべきか、グフ。でもここでグフって倒れるのにさ、ちゃんと生きてんだよね、なぜか。結果破れました。はい、ということで今回早いけど、おーっと、ここだけ天井あんのかい。早いけど、終わろうか。次回は、デスキャッスル攻略かな。中身やっぱ武道の城だろうな、と思いますけどね。武道じゃねえや、デスタムーアの城だろうな。と思いますけどね。あと9枚。まあ今、無理やり集めなくてもいいかな。やっぱ破壊の鉄球は持っとくに限りましたね。いやー、しかしまあ結果破ってなんですけどね、本当に2023年は自分は地獄の年でしたんで、人生の中で一番過酷な年だったんで、もう本当に一生分食らったぐらい過酷だったんで、選択、何個か人生変える選択があって、その選択1個でも間違えてたら多分終わってたぐらいの、全部ちゃんとした、まあ将棋じゃないけど、自分将棋とか得意じゃないんだけど、あ、この選択したら次こうなるかなとか何歩もあるって言うじゃないですか。自分プロじゃないから分かんないけどね。なんか、プロの人の話聞くとそういう感じでしょ。だけど、こういう感じなんかなと思って、よくこれを分かるな、みたいなさ。だけど、ね、まあ、じっくり考えても分かんないから、もう本当に分かんない時って、もう自力じゃなくてね、やっぱ他力に頼るのも大事でね。だって専門外のこととか分かんないじゃん。だって、そんなの。自分がいくら考えたって。で、今から勉強したって分かることでもないし、その専門の人にやっぱ聞くのが一番だったなと思って、で分かんないと聞いた方がいいんだよな。見て覚えろとか、ね。人のやってんの盗んで覚えるとかね。そういうのもあっかもしんねえけど、そういう話じゃないからね。それほど効率悪いことないからね。だって教えてさ、それをさ、なんだろう、基礎分かればさ、だってそんなんさ、あ、これどうやってやるんだろうって、もう基礎分かっちゃってるから、基礎分かんない人に見て覚えるって分かんないからね。基礎分かってる人に言うんだったら分かるけどって話よ。だからそんな逃げだと思うしね。だからね、いろんな、まあ、自分の言ってること分かると思うけど、ね、何のこと言ってんだろうと思う方はね、まあ、いろんな動画見てくだされば分かると思いますんでね。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、エクストのフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。